守りの固い兵で敵を足止めし、後ろから間接攻撃。敵の陣形を崩したら牙で素早く攻め込む。誰で戦い、誰で守るか。祖国復興と大陸の平和のために立ち上がった王子マルスの物語。ファイアーエンブレム、新暗黒竜と光の剣。プレイヤーの目的は敵陣の要所を制圧すること。味方の兵を移動させて敵兵と戦闘。移動、戦闘、移動、時には待機。味方の行動が全て終了すれば敵のターン。敵陣を制圧すればマップクリアとなります。味方の兵のさまざまな特性を戦況に応じてうまく使い分けることが勝利の鍵となります。移動能力は低いが高い守備力で仲間を守るアーマーナイト。弓には弱いが山や川を越えて移動できるペガサスナイト。攻撃はできないが仲間の体力を回復できる僧侶。他国から援軍に駆けつける者、寝返り味方になる者など、戦いを通じて次々と仲間が増えていきます。味方となった兵は経験を積むことでレベルがアップ。兵種に応じてより強力な武器や魔法を扱えるようになります。クラスチェンジでさらに頼もしく生まれ変わる仲間も。また戦闘中に傷つき倒された仲間は二度と戦列には戻れません。本作はシリーズ初の Wi-Fi 通信による対戦が楽しめます。一人用モードで育てた仲間から5人選抜して部隊を編成。対戦専用のマップで戦います。ファイアーエンブレム新暗黒竜と光の剣。